一夜、高架支店付近に臨床軍の先遣部隊が確認された。ウェイクを応援に向かわせた。合流しろ。しかしブラックホールに関しては資料が不十分だ。お前の調査にかかっている。衛星の情報によると臨床軍の部隊はすでに上陸している。注意しろ。座標に向かっている。状況は？まあ順調よ。了解。また連絡する。ヒア、ブラックホールに異常は？山を一つ飲み込んでしまいました。こちらは雨が降り、異常は？質量が大きいほど時間の流れが遅くなるのは相対性理論だ。あるこのエリアの時間は数時間前に固定されたはずだ。不安定でお前の信号が確認できない。ウェイクが座標近辺に到着しているはずだ。彼を頼れ。了解。現在ブラックホールに向かっています。右に向かっての部分の数接触する可能性があるため時間がかかる恐れがある。了解。何かあればすぐに報告しろ。船長か。炎上する旅客機が頭上を通過しました。
聞こえるか。攻撃が激しすぎて着弾できない。どうしてマットンだ。この先の空き地に車両を下ろして何かあれば連絡してくれ。無事下ろした。少し進めば見つけられるだろう。しかし攻撃が激しすぎる。一時退避する。了解、ありがとう。シア、フェイクを点検としてブラックホールに向かわせた。衛星において風速が増大している。注意しろ。チェン長官、了解です。あたりを左に向かえ。車両が見つかるはずだ。まずは周囲の敵を排除しないと。
しろ。問題ありません。ブラックホールに吸い寄せられた巨悪の翼の上には。大丈夫か。仕事の臨床誘導兵器を追われています。位置は衛星でほど見ている。ブラックホールまでもうすぐだ。だが地面が完全に崩壊している。最悪の事態も想定しろ。グラップルで上に行けるはず。
者から妨害電波を探知した。現在の位置は？周囲に大量の岩が浮かんでいます。引き続きブラックホールに吸い寄せられています。了解。ウェイクとは未だ連絡が取れない。何かあれば連絡する。雪が降るなんて。チェン長官、広場に到着しました。木造の建築物が見えます。これは建築物だ。大声で発生源を持つから、すぐに手を出す。